こんにちは、正隆です。この番組は現役のエンジニアが最新テクノロジーのトレンドを語っていく、聞くだけでちょっとギークになれる、そんな番組となっております。はい、今日のテーマはですね、情報がただの時代でどう生きるかというテーマでお話をしたいというふうに思います。というのもですね、こちらではですね、まあ僕ずっとですね、情報はもうただで手に入るっていうのは言ってきてますけども、まあこれはもう ずっとですねもう何年も前から、えー、これは、えー、まあインターネットができてから、えー、そういった時代になっているのは、まあ、皆さんご存知だと思いますなんですが、えー、まあ本当にそのただなのに自分からその情報を取りに行かない人が結構多いのかなと思って今日はちょっとこのテーマにしてみましたえっ、ー、とですね、えー、僕はもうテクノロジーの情報ですね、えー、常に 仕入れているんですけども、まあ、そのテクノロジーの情報って結構、細かい情報とかが多かったりするので、うんまあ、昔はやっぱり有料で、えー、と教わったりとかすることは多かったんですけども、もうこの時代になるとですね、本当に、えー、とテクノロジー系の情報もですね、ほとんどただ手に入るんですね。例えばなんですけども、えー、と今年ですね、まあ、毎年あのマイクロソフトとか アマゾンとかですね、あとアップルとかもそうですけども、まあ、開発者向けに、えー、と技術セミナーみたいなのをやってるんですね。まあ、それはやってます。毎年やってるんですけども、えー、と特に今年はですね、えー、コロナの影響で、ね、リアルに集,め集まることができないということで、えー、ほぼほぼそのオンラインセミナーのようなもので、えー、実施をしているんですね。で、ちょっと僕、これ、驚きだったんですけども、まあ、マイクロソフトさん、 がいつもやってるあの、毎年やってるんですけども、えー、1年に1回か2回はやるんですけども、えー、結構ね、すごいですよ。参加期間ね、8万円とかするぐらいのセミナーがあるんですよ。で、僕、それを、えー、毎年あの受けてたんですけども、えー、コロナの影響でですね、えーまあ、リアルに集まることができない、もういつもはあのホテルを貸し切って、そこでやってたりするんですけど、えー、今回はそれ集まることができないということでですね、えーまあ、オンラインだけでやると。 ただ、内容自体はいつもと変わらない、うん、あのちゃんとしたマイクロソフトのエバンジャリストさんがプレゼン資料をちゃんと作って、ですねそれを発表してくれるで、それをただオンラインで見るだけということなんですけども、まあ、内容自体はねあの情報の,その密度というのは変わらないということなんですが、いつもは8万円ぐらい払ってたんですけど、なんと今年はただなんですよ、うん、無償で参加できるという。 オンラインで無償で参加できる。すごくてですね。えっ、ー、と入っていると分かると思うんですけど、えっ、ー、と中に入るとですね、あの 3D でえっ、ー、と自分がその世界にいるみたいな感じで、えっ、ー、とその会場に行ってるみたいな感じで、えー、中を見れるんですよ。なんか結構すごいよく作り込まれていて。 なな、んかすごいなこれなんか面白いなと思ったんですけど、ちょっとね、あの重たかったりとかして、ちょっとネット回線が弱いと、ちょっとあの見にくいかもしれないんですけど、ただ、あのセミナー自体はですね、結構快適に見れるのであのすごくいい試みかなというふに思いました。でね、まあ、これは一応開発者向けということなんですけども、結構敷居の,の低いものが多かったりします。でですねあの、テクノロジーって、 もう今の時代なないいと絶対ダメじゃないですかもこれ僕思うに、えー、といやうちの業界はテクノロジーなんてあの必要ないんですよなんていう業界絶対ないと思うんですよ、うん、なので,でその中でですねマイクロソフトのテクノロジーなんていうのはもうあのねあの世界でもトップレベルでた、えーまあ、多分皆さんもオフィスとか使われてると思うんですよねで、まあ、最近だとテレワークも始まって ていますし、そのなった時に、えー、とそにテレワークに必須な、うん、Teams みたいな、えー、チャットツールとかも、えー、使われている方結構いらっしゃるのかなと思うんですけどもそういったですね、えー、ことの最新情報とかがそういったこういったセミナーが出るとですね、タ、え、ダ、ー、で手に入るんですね。で、えー、最近だとですね、えー、と開発者向けといってもですね、えー、どんどん,どん,どんそのプログラムっていうプログラム開発をす,をするということがどんどん敷居が下がってきているんですね。 昔だとプログラムをするってなるとやっぱりプログラム言語を覚えてですねプログラムの開発環境を用意してで自分でコードを書いていってそれで動くような仕組みなんですけども、まあ、今だとですね結構ですねそのローコードノーコードなんて言われますけどもほとんどコードを書かなくてもプログラミングができるみたいなサービスが結構出てきています。 で最近まあ、だと、まあ、Azure っていうマイクロソフトのクラウドサービスがありますけども、その本当にブラウザで、えそこにアクセスをするだけでえ、開発環境が整っていて、そこで,です、ねえー、ちょっとあのパズルみたいな感じで、えー、組み合わせをするだけで、自分がちょっとやりたかったことっていうのが、えー、効率化できるような、えー、サービスみたいなのも作れたりするんですよ。うんまあ、そういった情報って、皆さん、多分あの仕入れたことないですよね。うん あのね、これでき,できちゃうんですよ。やろうと思えば。うん。だって情報ただで落ちてますかで、そういったサービスも、えっ、ー、と、当然、優勝になってしまうとこもありますけども、大体ですね、まあ、今のところ、えっ、ー、と、ただで使えちゃうようなもの、結構多いんですね。うん。なんで、本当にやろうと思えば、えー、それをやるための情報というのが、ただで手に入るし、えそれを作るためのツールというのも、えー、ほぼほぼただで手に入る。こういう時代なんですね。うん。なんで、 えー、自分の分野ではテクノロジーはそんな関係ない。で、自分はそういったことが弱いと、テクノロジーに関しては非常に、えー、なんか嫌悪感を持っていて、なんかできないというふうに思っていてですね、思ってるとやっぱその情報もただで手に入るんだけど、取りに行かないんですよね、やっぱ。うん、なんか、それはね、すごくもったいないなと思ってます、うん。で、そういったテクノロジーの情報のセミナー系は、まあ、開発者向けみたいなこと。 言われてますけども僕はそうとは思っていなくてもうテクノロジーを切り離した業界なんて存在しないんだから全ての業界の人開発をしたことがない人でもそういった情報を取りに行かなければいけない時代になっていると僕は思ってます。なので、まあ、今回今ですねちょうどですねマイクロソフトのその えと無償になったオンラインセミナー、デコードという、えー、名前なんですけど、DECODE、e、ですね、デコード2020っていう、えー、名前であの検索していただければ、すぐにです、ね、登録できて、すぐに参加できますので、まずね、それを参加してみて、でそうですね、基調講演っていうのがありますね。基調講演で、まあ、ちょっと小難しい話もあるんですけども、えーもね、今回の基調講演、すごく分かりやすいのがあって、あのー こうだった長崎市長ですかね、長崎の市長さんが、えー、と自分なんかの,、えー、そのテレワークになって、そのチーム m s を使ってみましたと、うん、で実際、何が良かったとか、えー、実際使ってみたら、えー、どういうとこが問題があったとか、なかったとか、まあ、そういった話をですね、すごく細かくしてくれてあ、すごいこれって非常にためになる話かなと思ったので、うん、ぜひですねみ、みんなに聞いてもらいたいなというふうに思いました。 うん、やっぱね、えー、こういったテクノロジー系のね、セミナーはね、あのー、もう全員受けた方がいいなと思いますので、うん、ぜひですね、えー、まあ、わかるんですよ。今までそういったことを経験してこ,こなかった人が、いきなりそういうのを見て、えー、なんかね、あのー、よくわからないことを言ってたら、ちょっとでもね、あのー、よくわからないことあったら、やっぱ自分がわからないことって、うん、嫌いっていう風に思っちゃうんですよね、うん。なんですけど、それは非常にもったいないと。 いうことでやっぱりね、えー、自分からそういった情報を取りに行くっていう姿勢ですかね、うん、そういうのを出していくだけでだって違う世界を見る、うん、テクノロジー今までかかってこなかった人がそのテクノロジーでどういうことができるかっていうのを、えー、考えているだけですごく世界が、ね、あの広がると思うんですよね、うん、で僕なんか逆に僕なんかテクノロジー側から言わしてもらうと,、えーっとね、結構ね,そのね小売りの世界とか、えーっとね、あと何だろうな,な教育機関の話とか なんか行政の話とかそういう話って結構、えー、知らないところとか多かったりしてで逆に僕らはそういった、えー、セミナーみたいなのを、えー、行くのも非常に勉強になるんですよね。で、まあ、今ちょっとコロナで、えー、とその大イベント、えー、人を集められるイベントみたいなのがどんどんなくなっちゃってますので僕はなんかそういうね、あのー、小売店、あのー、なんだろう あのイベントみたいなあるじゃないですかあのビッグサイトみたいなとか集まっ、あ、てそういったと,とこうよく行ったりとかするんですけどやっぱね自分の知らない分野のことを学ぶとですね非常に学びがあったりとかするんですよね、うん、なのでえぜひですね、えーまあ、情報は今ただなんで、えー、どんどん自分からねあの取りに行くという姿勢を出すことによってですね、えー、僕は今の時代は豊かに、えー、生きていけるんじゃないかなというふうに思ってますはい。 今日は情報がただの時代でどう生きるかというテーマでお話をさせていただきました。えーっとですねまあ、こういった話を毎日やってますので、ぜひおもしろかったらまた聞いていただけると大変嬉しいです。それでは。